おほん。突然ですが、女神から質問です。あなたが探しているのは、金のナスですかそれとも、銀のナスですかそう。探していたのは、ナスじゃなくて、過去ですよね。お仕事。 お疲れ様です、プロデューサー。<laughs> お待ちしてました。そんなプロデューサーに、今日は差し入れがあるんです。フルーツジュースの詰め合わせが、商店街のキャンペーンで当たっちゃって。なので、日頃のお礼を込めて。それと、幸運のお裾分けも。 プロデューサーからは、日々、たくさんの幸せを、もらっていますから、こうして、何気ないおしゃべりを楽しめているのも、一つ、幸せをもらったから、ですよね。今、改めて、うん、実感しています。そんな、ラッキーな私ですけど、 プロデューサーといると、心まで喜びいっぱいで、次はどんなハッピーが訪れるか、楽しみなんです。あらその笑顔、わかりますよ素敵なお仕事を、プレゼントしてくれる表情ですね。ふ <laughs> 期待しちゃっても、 いいですかああ、いい気持ち。日差しは強いけど、風も波もゆったり。おかげで、リゾートの景色が、のーんびり楽しめますね。 これから向かう洞窟では、また別の景色が楽しめるそうですね。まるで幻想の世界みたいな、青く澄んだ神秘を。けど、いくつか条件があって、最高の景色を見られるのは、年にほんの数日。地元の人も、 滅多に見られないそうです。でも、きっと大丈夫。見られます。根拠はありませんけど、私、信じていますから。自分が飛び切りの、ラッキーガールだって。<laughs> プロデューサーは、不思議な人ですよね。 ただの幸運を、温かな幸せに変えてくれる。特別な力を感じるんです。私がプロデューサーと出会って、立派なアイドルになって、ここにいるのが、その証拠。私が言うんですから、間違いありませんよ。 ほら、そろそろ洞窟です。広がる絶景は、きっと、私たちの幸せの証。これからも、幸運を幸せに変えていきましょうね。